山中一揆義民祭りは3日に伊那津にある義民の丘で行われました。この祭りは今からおよそ290年前、当時の津山藩の圧政に耐えかねた農民がこの地域で起こした山中一揆で犠牲となった51人の供養と地域の繁栄などを祈願しようと昭和57年から毎年行われています。はじめに義民堂の前で慰霊法要が行われ、主催した義民検証会の植木文次郎会長、一揆の犠牲者牧野徳右衛門、三尾の弥次郎の子孫にあたる池田守さん、樋口茂雄さんをはじめ参列者が焼香を行い、犠牲者の霊を慰めました。続いて慰霊碑の前に移動し、参列者が静かに手を合わせていました。このあと斎藤護摩法衆に移り、植木会長が義民の慰霊と地域の発展などを祈る願文を読み上げ、護摩壇に火が入れられました。火は瞬く間に燃え上がり、参列者らの願いが込められた護摩木が投げ入れられました。地域の安全平和と、それから世界平和、いや大きいんですけれども、そんなこととか、個人的にはやっぱり自分本位なものの考え方が先行しておるような時に、地域のためにみんなのためにというような、そうした寄付というか、そうした精神風土を作りたいという願いから毎日続けてやってきておるわけでございます。今後も、あ、そうです、今年で30何回になるわけですけれども、これからも続けていやきたいと思っております。はい、集まった人たちは燃え上がる炎を眺めながら、この地域で実際に起こった山中一揆を想像し、地域の人のため、未来の子どもたちのために自ら犠牲となった義民の精神に思いを馳せていました。